文字の歴史では、前期青銅期時代に新石器時代の原文字から進化した各種の文字体系を外観する。紀元前4000年期後半の初期の文字体系は突然発明されたわけではない。それらはむしろ古代の記号体系の伝統に基づいている。それら古代の記号体系は厳密には文字体系と分類できないが、 文字体系の多くの特徴を強く連想させるので、言文字と呼ばれることがある。それらは、表意的な体系や、ある種の情報を伝えることのできる初期の簡略記号であったかもしれないが、おそらく言語的情報が欠けている。これらの体系が出現したのは、前期新石器時代、紀元前7000年期頃だが、もっと以前の可能性もある。特に、 ビンチャ文字は、紀元前7000年期の単純なシンボルに始まり、紀元前6000年期を通して徐々に複雑さを増していき、紀元前6000年期のタルタリアのタブレットで記号の行が注意深く整列され、文章の印象を与えるまでに達した進化を示している。古代中近東の象形文字は、そのような記号体系から継ぎ目なしに進化したもので、 記号の意味はほとんど解明されていないため、正確にどの時点で原文字が文字に進化したということは難しい。2003年、亀の甲羅に彫り込まれた過去、渓国文字が中国で発見され、放射性炭素年代測定により、紀元前7000年期のものと判明した。甲羅は、中国北部河南省過去で発掘された24の新石器時代の墓に、 人骨と共に埋められていた。一部の考古学者は、甲羅の文字は、紀元前2000年期の甲骨文字との類似性があると、主張している。しかしながら、他の考古学者は十分な証拠がないとして、この主張を一周し、過去の気候で見つかったような単純な幾何学模様を、初期の文字に結びつけることはできないと主張している。紀元前4000年期のインダス文字も、同様に、 原文字の一因であるかもしれないが、おそらくすでにメソポタミアで出現した文字の影響を受けている。知られている最も古い形態の文字はピクトグラムと表意的な要素をもとに原始的な標語的性質を持っていた。ほとんどの文字体系は大きく三つのカテゴリーに分けられる、標語的、音節的そして音素的である。しかしながら、あらゆる諸世の文字体系に 可変の特性として3つすべてが見つかるので、しばしば体型を1位にカテゴライズするのは困難である。最初の文字体系が発明されたのは紀元前4000、年期後半の後期新石器時代に、青銅器時代が始まったのと、ほぼ同時期である。最初の文字体系は、シュメールで発明され、紀元前3000年期後半までに、ウルダイ三王朝時代の古代石器文字へ、 発達したと一般に信じられている。同時代に、ゲンエラム文字がエラム線文字へと発達していった。エジプトでのヒエログリフの発達もメソポタミア文字と並行しているが、独立であるとは限らない。エジプトのゲンヒエログリフ記号体系は、紀元前3200年までに古代ヒエログリフへ発達し、紀元前3000年期までに読み書きの能力をさらに広げていった。 インダス文字紀元前3000年期に、元文字の一形態としてか、すでに古代の様式の文字となって発達したが、その進化は、紀元前1900年頃、インダス文明の衰退により中断させられた。漢字は、紀元前16世紀頃中近東の文字と独立に、およそ紀元前6000年まで遡る、後期新石器時代の中国の元文字体系から、発祥したかもしれない。先、 コロンブス時代のアメリカ州の文字体系も独立した起源を持つ。今日知られている世界の文字体系のほとんどすべては、究極的に、シュメールか中国のどちらかで発達した文字の子孫で、あるという説もあるが、メソアメリカのマヤ小系文字や韓国のハングル文字、イースター島のロンゴロンゴなど、特筆に値する例外がいくつも存在する。文字は、青銅器時代に、 多種多様な異なる文化で出現した。最初のシュメール人の文字体系は日用品や農産物の個数の表現に使われる粘土製の小さな玉トークンの体系から派生した。やがてトークンを入れて封印し保存するための粘土製の休憩容器ブッダの表面にトークンを押し付けて各産物の個数を表示するようになり、紀元前4000年期の終わりまでに 数字を記録するために丸い形の尖り筆を柔らかい、粘土に異なる角度で押し付けて、トークンと同じ模様を粘土板に書き、感情を保持する手段に進化していった。これは徐々に数えているものを示す、尖った尖り筆を使ったピクトグラム的な文字へ拡張されていった。丸い尖り筆と尖った尖り筆の文字は、紀元前2700年から2500年頃、 くさび型の尖り質を使った文字へ徐々に置き換えられていった。当初設計文字は標語文字のみであったが、紀元前29世紀までに標音要素を含むよう発達していった。紀元前2600年頃、設計文字はシュメール語の音節を表現し始めた。最終的に設計文字は標語、音節及び数字のための汎用的な文字体系となった。 紀元前26世紀から、この文字は、アッカド語に、そして、そこから、古リ語やヒッタイト語などの他の言語にも適用された。設計文字と外見の似た、文字体系に、ウガリット文字や古代ペルシア文字などがある。文字は、エジプト王朝の維持に極めて重要であり、読み書き能力は、教育を受けた初期に集中していた。特定の経歴を持つ人々のみが、神殿。 ファラオ、および軍に仕えて、初期となるための訓練を受けることを許された。ヒエログリフの体系は常に学習が困難だったが、その後数世紀をかけて、初期の地位を保つため恋にますます難解にされていった。中国の歴史家たちは、中国の古代王朝に関する多くを、文字に書かれて後世に残された文書から発見してきた。陰王朝からのこの文字のほとんどは骨や、 青銅器に残されていた。亀の甲羅に刻まれたマークは、放射性炭素年代測定で、およそ紀元前1500年のものと推定されている。歴史家たちは、使われた媒体の種類が文字が何を記録し、どのように使われたかに影響したことを発見してきた。最近、過去、警告文字や半端文字のような、紀元前6000年頃に遡る亀甲に刻まれた模様が発見されたが、 刻まれた模様が文字と認定されるに十分な複雑さを持っているかどうかについては議論が繰り広げられている。もしこれが書かれた言語であるとみなされるなら中国の文字は長く最初の文字であると認められてきたメソポタミアの設計文字より2000年も前から存在していたことになるが刻まれた模様はむしろ同時期のヨーロッパの文化文字に似た原文字の一形態である可能性の方が高い。 議論の余地のない中国の文字の証拠は、紀元前1600年のものである。未解読のゲンエラム文字は早ければ、紀元前3200年頃に出現し、その後の3000年期までに、エラム線文字へと発展していった。エラム文字は、悪化度から取り入れられたエラム語設計文字にとって変わられた。アナトリア小型文字は、 西アナトリア固有の象形文字で最初に現れたのはおよそ紀元前2000年頃のルビ王家の印象で象形文字ルビゴを記録するために使われた。クレタ象形文字は身のあくれたの遺物で見つかった。これらは未だ解読されていない。最初の純粋なアルファベットはおよそ紀元前1800年に古代エジプトでエジプトのセム人労働者が発達させた言語を 表現する文字として出現したが、それまでに音素文字的な原理はすでに何千年もエジプトヒエログリフに存在していた。これらの初期のアブジャドは数世紀の間対して重要性は持たず、青銅器時代の終わりに原子内文字から原価難文字、ビブロス音節文字及び南アラビア文字に分かれただけだった。原価難文字はおそらく未解読のビブロス音節文字に何らかの影響を受け、 立ち替わって、ウガリット文字に影響を与えた。紀元前およそ3000年の初期原っパー時代にまで、遡る、青銅器時代中期のインダス文字は未だ、解読されていない。インダス文字が原文字の一例であると考えるべきか、他の青銅器時代の文字のように、兵語音説的な実際の文字であるかも定かではない。フェニキア文字は単に鉄器時代に続いた原価難文字で、ある。 このアルファベットはアラム文字とギリシア文字を生み出したばかりでなく、おそらくギリシア文字の電波を通して各種のアナトリア文字と古代イタリアの文字を紀元前8世紀に生み出した。ギリシア文字は初めて母音記号を導入した。インドのブラーフミー系文字はおそらくアラム人の接触を経由して紀元前5世紀頃に生まれた。紀元後まもない頃。 ギリシア文字とラテン文字はルーン文字、コート文字、キリル文字など数種類のヨーロッパの文字体系を生み出した。一方アラム文字はヘブライ文字、シリア文字、アラビア文字などのアブジャドへ発展し、南アラビア文字はゲーズ文字を生み出した。一方その頃、ひらがな、カタカナが紀元後9世紀頃に漢字から派生した。歴史家は戦死時代と 歴史時代に区別をつけている。歴史時代は先住民の言語によって書かれた資料の存在によって定義される。ある領域での文字の発生は通常歴史に含めることのできない数世紀の断片的な碑文に続き守備一貫した文献の存在のみが歴史性を示す。古代文学を持つ社会は最初の碑文から600年ほど経過して、 守備一貫した文献による資料に達した。イタリアの場合、初期の古代イタリア文字からプラウトスに至るまでおよそ500年かかった。そしてゲルマン人の場合、最初のコルーン文字碑文からアブロガンスのような初期の文献までの対応する期間はやはり似ている。ありがとうございます。